丸ごとカオリッキーのいい波乗ってんねー、よいしょー、乗ってますね。さあ始まりました、記念すべき第1回目、はい、初プロは25年生ボートレース1年生のマリモでございます。はい、初プロは18年生ボートは3年生カオリッキーです。3年生3年生です。3年生になりました。そうなんですよ、よろしくお願いします。で、あのこの番組ですけれども、はい、ボートレース令和島さん、はいはい、まあ、こちらね今あのバックに出ておりまして、すで、はい、にいい波が立っております。もうね、このモーターを聞くだけでテンション上がるんですよ。いいね、気持ちがいい。こちらで、はいはい、まあ、我々ボートレースをして、はい、でこの後それが終わった後に、はい、まあ、レイトギャップさんで近くにね、パチンコ屋さんがあるんですけども、大きな、はい、そちらで、パチンコ実践、パチスロ実践もやると、はい、トータルでプラス収支を目指そうじゃないかという感じでございます。平和島を遊び尽くすってことですか。そうなるほど。なので今回は初回ということで、はい、特に濃い友達を仲のいい呼んでますんで、プライベートでご飯とか行っちゃうんだろうな。呼んでみましょうか。じゃあはい、お願いします。でお願いします。はい、イエーイ。なんかテンション高い。いや、もう細身でございます。よいしょ。いや、もう台本に元気よく登場って書いてたんで。ああ、なるほどね。やらせていただいたんですけど、いやー。いい入り方してましたね。元気やばい。どうもマリモ先輩のマブダチのマブダチなんですけども、昨日やっとツイッターフォローいただきました。ずーっとフォローしたんですよ。嘘本当？フォローしたのに。ずっとフォローしてくれなくて、ごめんね。この人嫌いなのかなって思ったと思ったいや、そうなんですよ、マブダチですから。で、はい、我々この今、はい、おしゃれなこのブルゾーンをね用意していただいて着てるんですけど、はいね、後ろにはなんとそれぞれ名前がね、こうマリモ、ポコミ、タオリッキーと入ってるんですけども、こちらを差し上げたいと、はい、できればたくさんの方に差し上げたいと、うん、3人トータルで勝った場合です。勝った場合は赤、青、緑、今回緑、はいはい、あそれぞれ差し上げます。各1名様、各1名、あと名前入った、はい、全く同じものを。で、残念ながら、はい、少々マイナスになってしまった場合は、はい、ゲストの着ているブルゾーンを差し上げます。今回じゃあ私のこの緑、そうなんです。なるほど。だから、ちゃんと見ていただいて応募していただければ、最低でも一人の方には、そうか、はい、差し上げられるということになってますので、はい、というわけで始まりました新番組、マリモとカオリッキーのいい波に乗ってんね。ボートレースとパチンコパチスロでプラス収支を目指す、まさに手に汗握る感動巨編、おしゃれなブルゾンをかけた3人の戦いが今幕を開ける。さあ記念すべき初回収録です。絶対に勝つぞ、いい波乗ってんね。本日3人が勝負するのはボートレース平和島、京急平和島駅から徒歩10分、平和島駅と大森駅からは無料バスもご利用いただけます。1階は広々としたスタンドに、建物内には平和島グルメが集結、3階にはどんな天候でも快適に観戦できる一般席もございます。皆様もぜひ来てみてください。さあ1レース目が始まりますけれど、楽しみですね、はい、うん、いくらぐらい使います最初、ね、取り返しのつかなくなるようなことはしたくないじゃないですか。そうなんです、最初に1レース ね、 ね、だからね、5000円とか、まあ、それぐらいしようかなっていうふうに決めることではあります。あ、展示が始まりました。あ、これ大事なんですよね。これ見た方がいいんですか。大事ですけど、大事ですけど、おこれでスタート、ゼロになった瞬間にあそこのスタートライン、どこがゼロなんですか。あそこに時計台があるんです。はいはい、あれですか。もしくはモニターでも見れます。で、一応今のスタート展示は誰もあそこの一番右の白い線出てないから、出てなきゃ誰もフライングしてない。今スタートの練習っていうか、スタート展示しました、はい、で、こっから周回展示です、はい、こんな感じで僕回ってみるよ、調子見てねみたいな。全然わかんないですけど。そうなんです、これもう展示に関しては上手な方でもやっぱ難しい、見方が難しい、うん、で、あそこに展示タイムが出て、上から 6.74、6.88、 これは直線のタイムなんだけど、
2周した時の直線タイムで数字がその少ない人の方が早く回ってる、伸びがいいみたいな捉え方ができますね。7488、7082、7873。だからこの中だと中野ゆめと選手が一番70で展示タイムは一番いい。情報が多いな。多いんですよ。ただやっぱり展示の直感も大事です。データと展示の直感。なるほど。じゃないですか。よし、決めた。決めた。早い。誰が一着になりそうだと思いますか。1。お。はい。これは間違いない。はい、ココさん。2。2。うん、じゃあ3じゃない。そうなっちゃう。赤ですね。赤です。いや、事前の出走表見た感じ、うん、もう1着2着で1と2だと思ったんですよ。1、2、2、1。と思ってたんですけど、3コースの中野ゆめと選手が意外と展示が良かった、うん、でスタートも悪くない、まあ、みんなこれは大体スタート一緒だったんですけど、スタートも悪くないで展示もやっぱりチルト跳ねてそこそこ出てる。で渡辺選手と比べるとあれ中野選手買いたくなるなって思って。本日の明暗を分ける大事な1レース目、カオリッキーの解説も参考にして早速船券を購入する3人。4500円。はい、なんかよくわかんないけど買いました、はい、何買いましたか。僕はもう1着は1番だと思って、はい、で2着3着が、はい、2着が234、はい、3着が234、はい、まあ、若さを張って6、はい、なるほど、入れました、はいはい。まあ、だからまあ陰の人ですよね、はい、ほぼ同じです。1、2差し、2差し、はい、6入れなかった。入れないですちょっと4もなくはない、怖いな、うん、3が膨らんじゃった時に4来ちゃいそうだなっていうので1、2差し、2差し、10枚6000です。6000。はい、ポコさん。私なんかもうすごく急いでやっちゃって、はい、あんま変えてなかったんですけど、はい、なんかとりあえず3連単214ピンポイントでいったね。ピンポイントでとりあえず行ってみました、はい、であとは、うん、ほんとなんとなくもう順番に123のボックスなんか買いました、うん、でも私も123のボックスちょっと買おうかなってなります。あ、本当ですか、うん、1レース目ね、肝心なんすよ、モチベーションがね、一日 の、そう、あ、なるほど、モチベーションをね、決める。はい、スタート行きました。インコースの3手が良い、はい、ダッシュ勢行けない、1素直に逃げて、オッケーオッケーオッケー、できたできた、行った、はい、頑張れ。これはもう1、2、3です。間違いない。4が来るかもしれないけど、私とマリモさんは4を持ってるので、あ、3が、お、今のところは1、2、3です。あ、すごいすごいすごい。あ、すごいすごいすごい。いや、これはこれはもういただきですよ。できました。あ、もうこれはできました？できました。よっぽど手間しない限り。むちゃくちゃ弾むね。弾みますよ。ターンするとき。そうですよ。超怖えじゃん。まあね、確かに。めっちゃ稼いでるって聞くとさ、ぐらつくけどさ。あ、でも3、あ、ちょっとちょっと、あ、怖い。3大丈夫？お、黄色って何だ？めっちゃ緩めた、5です。わー、ぶつかった。いや、でもまあ、あの状態であれば、はい、3の方が、すごいすごいすごい、よくあの当たるのはありだな。全然ありです。水上の格闘技ですもんね。そうだよ、あ、あ、なんか、いや、ちょっと待って、5が、うそー、いかんでしょ、ちょっと本当に。あ、でもまだ頑張ってる。あ、でも5が、いや、待って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 、5だけはやめて、5だけはやめて、ちょっと5だけはやめて、5はまずいて。3の選手が思った以上にちょっとやれてない、ターンがね、うわうわ、これ、はい、打ち刺して、打ち刺して、あ、ダメだこれ。あー、でも 4も、いやー、きついですね。あの状態から 1,2,5 になる。ちょっと待って、完全に単中なかったわ。中野選手が多分チルと跳ねちゃってるからターン回りがうまくいけないんですよ。でもっていうので、終わり、あ、終わりです。 1,2,5 なんてことだ。ちょっとマリモさん一番ひどい。え、6もつけてるもんだって6つけたのにピンポイントで5だけないんですよ。そうだね。 1,2,5。1レース目は的中者なしで全体収支はマイナス1万円オーバー。しかしレースは始まったばかり。マリモが一通り説教を食らったところで次のレースへ行ってみよう。
顔で選ぶとかもなんか言ってたよね。顔つき、ちょっと顔つきでちょっとピンときたら買います。今のところピンときないですね。なるほど。じゃあピンときたら教えてもらってもいいですか。ピンときたら来たら、はい、好みとかでは、まあ、好みになるのか。やれそうな、やれいけそうな気がするいでそ落とせそうってこと。やれそうやれそうとかいけそうとか何なんですか。さっきからほらもう大事なの上から目線から見てください。見てますよ。ちなみに展示を見て誰が良さそう、早いな、もうみんな塗ってるよ誰が良さそうみたいなのありました？私あんまり変わんなかったかな、さっきほど、うん、あの最初のレースほど、うんうんうん、ココさんは？私はそうですね、56絡めたいですね、なんか上手そうなんで見た感じが。なるほど。やはり見た目で判断するポコミ、この予想は吉と出るのか、そして2レース目で番組初的中者は出るのか。はい、買いました。今回ちょっとさっきより金額をちょっとだけ上げました。6、10、16通り結構買っちゃったんですけど、まあね、頭は1か5か6でいきました。いくら使ったかな。6200円です。お二方の買い目を教えておくんなまし。僕すごい少ないっす。おや、どうしたんですか。急に1着金持ちなのに。1番うるせえ2着、はい、2、5、どっちか3着、2、3、5、どれかなんで4通りしか買ってなかったです。ほう。だからかなりあの応援するのが5あの限定されますよ。なるほど、はい、いいんですか。さっき3着流そうぜっていう話をしたにもかかわらず、いやもう今回はね大丈夫ですか。大丈夫です。そんなことはしません。本当ですかそんなことはしません。4と6来ないですか。来ないと思います。あのいろいろデータを見ると。なるほど、ココさん5はね来ると思うんですけど。何があったんですか。私はボックスで125と156、はい、なんかちょっと額が増えた。額ちょっと私ちょっと自信があったなんとなくあるんで、どっちだっけ、125の方がなんかいけるんじゃないかなと思ったんで、うん、確かにちょっと悔やしました。うん、あ、なるほど。3連単のボックスを2通り買ったわけだね。そうですそうです。156、あ、でも当たりそう。確かに。とりあえずちょっと1位が1着にならないと。てかすごいよね、あの当たるのがガツガツ当たってさ、あんなのさ全部引っ込んだとすげえ喧嘩になりそうじゃん。スポーツマンシップにのっとってるから。本当ですよ。あんまやられたら耐えられないよ、まあね、選手だとして。まあね、お前今のわざとだなみたいな。そう、うん、あるだろそんなの。確かに裏であるじゃないですか。かな。そう、だからはけてからさ、更衣室とかで、ね、わっみたいな。さあ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 、何が来たらみんなハッピーだ。何が、どれですかね。125ですね、多分。125が来ると全員当たります。それ以外だと全員ハッピーはないですけど。お、来ました。頼むよ。あれ4は、まあ、そうだね。あれ侵入が1、2、3、5になって5がちょっと、そう、5の侵入が変わってあれ、もう6いらない。あれれれれ、あ、6、はい、5だよね。5だから3を取る。1位、え、いや、俺今の体型だと多分5頭になります。インに5がいるで並んでる状態だから、ちょっと3はやめて。5がもう1位。今5頭マジか、そんな上だ。ただそうなんですよ、3、あ、膨らんだ膨らんだ。ちょっと待って、3はやめて。いや、待って、これ1号になる。むっちゃ膨らみました。あ、いや1がとりあえず3になってる。ちょっと待って、3マジでやめてほしいんですけど。いや、もうこれ3は絡むよね。3マジでやめてほしいんですけど。刺して、うち刺さないか。1、いや、でも1、3、5。おい、マジでさ。違う、3、5、1。もうね、ここまで来ちゃうと頭3なんですよ。よっぽどミスんない限り。なんとかミスってなんとかミスってあー、これはもうダメか。マジか、これダメだよ。3はギリギリ入ってくるぐらいだと思ったんだよな。全然眼中なかった。眼中にない。嘘でしょ。5の選手が1個内側入ったんですよ。それでちょっと脳内ビジョンが変わりましたね。はー、3、5、1、上手、着席学校みたいになっちゃった。着席、はい、当たった人ノー。
参ったな。18,950円、ほぼ18,950円。はい、18,950円です。2万周ですか。約2万周ですね。19,000円。2万周、まあこれはちょっと難しかったです。ボックスでもなんなら私回目に3どこにもいないですからね。私全くいないです。私もそう、マリモさんがかろうじて3着につけてるぐらい。確かに。ボックスは2レース目も外してしまった3人。トータル収支もマイナスが膨らんでしまったが、マリモには秘策があった。よし、俺はもうここで秘策に出ますよ。秘策予想屋さんというものがあるんですよ。あ、なるほどね。ボートレースいいですね。ボートレースなどなどなどには、などなどにちょっと俺人の力で勝ってきます、うん、私もダメ。秘策に行きますよ。ああ、いやいいです、秘策。あ、私もちょっと何に出る。お腹空いたんで、なんかなんだ予想屋に乗っかってくるのかと思ったら自由じゃないか。最初はね何も分かんないんで、やっぱ熟練者のね腕を借りてやろうと思います。予想屋さんの予想を頂戴したいです、私、はい、展示コースもあんまり見ないから、今流行ってるじゃない、はいはい、僕は見ない見ない自信があるって大変見ないから。あ、そうなんですね。あのね、こんなのね、なんたら失礼だけど、当たり外れじゃない、毎日見てれば、ね、決まっちゃうわけよ、今度が。あ、そういうことなんですか。あとは選手のやる気だから、今日なんか、今もそうだけどね、昨日まで全然やる気がなかったやつがさ、今来るじゃん。それは何が悪いかって、お客が多いから。それとね、前田の過激な発言を繰り出す予想屋のおっちゃんのありがたい講習が続く一方で、残りの2人は2コースに A2 の石田選手、アルガ選手が B1 だけど、ありました、ありました、ここのお店、この子のもつ煮込み丼ライスがすごく有名らしいので、すごい食べてみたいなと思って買っちゃいたいと思います。もつ煮込み丼いただきたいと思います。国産牛らしいです。いただきます。すごいすごい、あれですね、もう染みてる感じがすごいですよ。いただきます。あ、めっちゃいい匂い。うん、柔らか。こちらマリモは100円を支払い予想をゲットするも、おっちゃんのありがたい講習は続き、マリモも思わず、だから当たったら、うん、手ぶらで来ないように。あ、分かりました、はい、ようやく一通りのカリキュラムを終え、ココミと合流。めっちゃ食ってんじゃん。これ美味しいですよ。本当、うん、ちょっとください。どうぞどうぞ。これね、こういうところで食べるね、もつ煮すごい好きなんですよ。汁も美味しい。あ、これ鉄板ですよね。美味しい。あれ、ね、かけたらさらに美味しい。そう。腹も満たしたところで3人の予想は、多分125のボックスが売れちゃってるんですよね。っていうので512だけ17倍とかで、他は65倍、129倍、42倍とかなんでしょう。よし、125ボックス、3レース、あと3分しかない。おじさんちょっと信じちゃおうかな。予想屋さんってのが一体どういうもんなのか、矢印がよく分かんないけどね。お頭で21、ちょっと1の選手がすごいモーターとかもいい感じなんで、1外せないかなと思います。なんとなく。なんだ、超楽しそうじゃん。何あれ、おかしくない？ねえ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 、聞いてないよ。まあいいっすよね、当たればいいんだもん。当たればそれ楽しいもん。僕はもう予想屋さんに忠実に従いましたよ、うん、5、1、2、5、5、1、2、ほんとや、1、2、6、忠実に変えました。ほんとそうですね、はい。リッキーさんの予想が気になるね。でもこれで被ってたら、俺が聞いた予想屋の親父と
リンクしてるってことですよ、カオリッキーの、うん、確かに、あ、確かに確かに予想やリッキーになれますねそうね、今のところ全然当たってないけど、ね、毎回一応6000円ぐらいには6000円台で収めてます。スタート一撃三浦選手、ど素人にはよくわからなかった。始まりました。あ、ゴー来た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 、あー、ゴー来た、親父、親父すげえ、親父すげえよ、予想屋のおっちゃん親父すげえ、あ、6、6、マジかよ。これね、5、6、1だとどっちが安い、高い、2来ないと俺ダメだぞ。ちょっと5と6は一緒にはやめて、どっちかにして、どっちかにして、どっちかにして、1、5、6でいこう。ほら、アルゴ選手2着来たよ。ただ2枚しかないんだな、これが。いや、1、2、5ボックスが本線だったので、いや、これね、4とか来ちゃった方が美味しいんですよ、絶対的に。黒か白、おいおい、頑張れ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 、あ、これ6来ちゃうじゃん、これ無理だ、6来ちゃうじゃん。5、6は買ってない、ほんと1、1、1、1、5、6、4が絶対高いけど、2でも1の方が高いのかな。でも2の選手の方が実力はあったんですよね。どっちで売れたのか。あの2人は2組来ました。ちょっとあれだな、予想やありだな、すごかったですね。100円だよ。確かに。え、で、どうでした結果。え、外れてるけど6を見くびってましたね、予想屋の。6をちょっと見くびってましたね、確かに。あー、5、6、2ですか。でも、まあ、まさかの1が沈んだ。1号艇だから1位になるっていうことない。なんかあんまりないですね。はい、外れますか。え、ど外れです。外れましたよ。金返せよさっきありって言ったじゃないですか予想屋に支払った100円を食いるマリモだが、この後とんでもない奇跡が。あ、100円落ちてます、マリモさん。マリモさん100円落ちてます。さすがに拾えないよねカメラ回ってるところでちょ、てかなんで俺に拾わせようとするの自分で拾えばいいじゃん拾わないですもん私ふざけんなよ香里さん、はい、もしかして、あれ、リッキーさん、もしかして一つ言っていいですか、はい、もしかして、なんで下で見てんすか時間なかったの、臨場感をね、遅いな、より味わえた。いや、誘ってくださいよ撮った撮った撮った撮ってますよ。撮った撮ってますよ。本当だ。 え、すごい。撮ったじゃん。撮ったけど、うん、ほぼ元返しです。あでもすごいです。2枚しか、本線じゃなくて、押さえの方が当たってるんで。あー、そういうことか。はい、僕が聞いた予想屋のおじさんも5、2、まあ、1とか6とかこんな感じなんで、はい、5は 100% 頭にくるって言ってて、すごい、本当に来てた、うん、それはすごいですね。番組初の的中が出るも大きな回収とはならずで、全体収支もマイナス3万円超えに。残るはあと2レース、次こそは大きい配当ゲットなるか。気持ちいいっすね。さあ来ましたよ、あなたがもうどうしても風を感じたいって言うんで。だってさっき抜け駆けするから一言言ってくれればいいのに。いや、僕もう2頭です。2頭145145、上条選手。はい、もう上条選手信じ切りました。145はめっちゃボックス買っとるやん。めっちゃボックス買いました。3点ボックス見つかってる。125124245、なるほど。今回は勝ちに来た。とにかく、いや勝てないんですけど当てたいです。当てに来た。とにかく当てたいんです。なるほど。一回当たりたいんです。だから買いました。当てよ。香里さんは、香里さんは1234と2134。おお、3来ました。はい、あ、俺3来たらダメだ。3来たらやばいですよ。3来たらやばい。3はね、来ないと不正なんで。でも今日だいたい眼中ないの来るんですよ。頼むよ。1、2行かないと話にならない。あー、1が行っちゃうと亀城選手が1位に。え、嘘でしょ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 、嘘でし
上、上条、あ、いい、上条選手か、あ、いったいったいった、さあ、上条がいい、いや、いいよ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 、いい位置来てる、1位もいいよ、1位もいいよ、あ、いい、この流れはいい、この流れはいい、6位かな、6位かな、3択なんだけど、今は、今は2、1、5、3はやめて、215いいよ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 、3、3、1、あ、4になった、4でもいい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 、じゃあ私も24ならある、もう上条選手やね、上条だからそのまま、ただ問題は6、そう、6と5が怖い、4と5どっちの方が熱いんだこれ、あー6、あー6、オッケーオッケーオッケー、もうちょいもうちょいもうちょい、伸びて伸びて伸びて、6はいらないぞ、かかってないかかってない、大丈夫、6は今日は大丈夫、214なんですけど、ちょっと6はやめて、6はない、6ちょっと頑張ってない、いや我慢なくていいよ、6はちょっと控えとこう今日は、いやでも4の方がモーターいいんすよ、4で打ち刺して、打ち刺して、そう4モーターで買ったんだよ、打ち刺そうよ、そう俺もそうなんだよ、安藤、安藤、安藤ほら安藤来いよ、安藤刺して刺して刺して、あれ、持たれてる持たれてる、ちょっとちょっとちょっと、4着争いしてる場合じゃない、うわまずいな、終わった、なんで流せばよかったか、6は耐えなかった、道頭がいらなかったか、まあ惨敗、でもかすった、まあ21ね、21だって流しときゃよかったんだもん、またまた、そのそうだよな、4レースを終え3人の収支はマイナス4万円超えの危険域に、残るはラスト1レース、奇跡は起こせるのか、さあそんなこと言ってる場合じゃないですよ、はい、次の5レースは、はい、我々が皆さんの前で予想をします、トークショーを作る日の月、当たった人は香織さんがちょろっと、ちょろっと1レースちょろっと浮いたぐらいです、そんな我々がしますよ、はい、これ予想、皆さんの前で反面教師として見てもらえばいいんじゃないですか、それもありつつね、まあ、とりあえず行こう、わかりました、じゃあトークショーにステージ行こう、はい、というわけで反面教師3人が恐れ多くも第5レースをお客さんの前で予想、予想の後は来場者の皆さんと一緒に観戦もします、次回も行いますので皆さんぜひともお越しください、さあ、はい、最終勝負でございますよ、はい、5レース勝負で、この最終5レースなんですけども、はい、このレースはですね、ここに来てくださってる、来場されてる方と、はい、我々で勝ち金の勝負も兼ねております、うんうん、なので、はい、我々が、まあ、こうかけるじゃないですか、はい、でまあ、誰かが当たりました、はい、当たった場合その金額を基準に、それより一番それ勝ってる人が対象で、その中で一番勝ってる人、はい、その方に我々が来てるブルゾンをあげようということでございます、これはこの番組が開催されるたびに行われますんで、はい、なるほど、興味のある方ぜひ来ていただいて参加していただければ、で、はい、大事なのが予想ですけれども、はい、香織さんは、私はこの4コースの西島選手っていうのが必ず前付けをする選手なんですよ、うん、前付けとは、4コースの選手なのに少しでも内に入る、で今の展示もパッて見たら並びが1、4、2、3、5、6なんですよ、だから2コースまで入ってるんですね、はいはい、で西島選手はその今んとこ昨日おとといで4レースやってて、必ず3着以内に入ってるんですよ、まあ、じゃあ今の直近の成績もいいと、そうですそうです、なので、まあ、2コース入っちゃうので、あれもしかしたら下手したらインまで取りに行く可能性もゼロではないんですよ、だから 4、1、2 の並びになる可能性もゼロではないので、西島選手を2着かな、どうしても前付けしたところで1着には慣れてないんですよ、はいはい、過去のねやっぱリスクもあるので前付けで、なのでそれを考えたら西島選手の2着付け、じゃあ1着誰が来るかってなると、良さそうなのはやっぱり渡辺選手、森本選手で 1、2 からの4あたりなのかな、 1、2、4 絡めて、すごいね、もう金払って教えてくれる人並みに教えてくれてるすごいですね、いやまあ、だって予想や、なるほどって、なるほどって顔してましたよ今、本当ですか、でもあそこ変わった方がいいんじゃないですか、はい、いやいや予想やリッキーの講習を受けたマリモトポコミは当てることができるのか、さあ最後の船券を購入しに行こう、なんかもうチキンになっちゃってこれにしました、とりあえず
すげえ、買い方もぴったり覚えました。経験値積んでます。はい、じゃあ私の買い目はこちらでございます。要は1245ボックスです。1245の4点ボックスで金額をいろいろ変えたんで4枚になってるんですけど、1頭が美味しいんですよ。できれば1頭に来てほしい。あ、もう来るかな。はい、行きます。はい、なるほど、14なんだ。1が行ったよ。あー、2は俺は抑えてない。2が来てる。あー、まずい。嘘でしょ。マジで。ちょっとちょっとちょっと、あー、膨らんだ。ダメだ、2が良かった。でも1、2でいいよ。いいよ、6来てる。1、2はいい。6はね、頑張んない。いらない、頑張りすぎなくていい。ちょっと秋山さん行かせて刺す。16頑張って。いやまだ分かんないですね。2着16、4か5。分かんないよ。ちょっと頑張りすぎよ。2はいいよ。2は頑張んなくていいよ。2買いました。嘘。2が良かった。ちょっとまただよ。違うの、5はないの。1、ねえねえ、5入ってほしいです。ちょっと2はやめて。あ、ある、嘘、あった。2来るだろ。2来るよ、これ。どれ来ていいや、どれでもいいや。2がなければいい、当たったのに。いや、ていうか、2が来た方が高いの。やめて、2が来た方が高いの。ないで、やめて。でもそうか、みんなで幸せにならないといけないのか。2が、1、2も来るでしょ、これ。1、2、5か、1、2、4でしょ。今、1、2、5。いや、西島さん来ない方が高いんですよ。ちょっと。OK。1、2は多分高い、ちょっと。もういや。あー、もう。もうちょい貼ればよかったじゃん。一頭美味しいっすね。ね、もう根本さんが来るなんて誰だよ。待って、見えない。どっちだよね。っていうか、まあ、2コースターが来やすいよね。でもモーターダメですよ。そうなんだよな。モーター基準っていうとな。1、2、5。1、2、5どうですか。取ってますよ。1、2、5ありますよ。5,720円、美味しい。よし、いや、やっぱ出るな、経験の差は。そう、経験の差ですね。悔しい。10枚にすればよかったね、これね。失敗した。悩んだんですよ、マジで。じゃあ、それを超えてる方、28,600円を超えてる方。超えてる方いる。あ、これ一番やっちゃいけないやつじゃない。あ、いた、よかった、よかった、はい、すごい、よかった。見事125の3連単1000円買っていたお客さんに、おしゃれなブルゾンにサインを入れて贈呈。いや、すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、私勝ったら超やだと思う。すごいわ。いいじゃん、実力の差っていうこと。なんで来ると思ったんですか。直感です。直感。さあ、ボートレース全て終わりました。はい、悔しい。あれ、悔しい。単純に悔しい。普通に悔しい。いやー、だってもう結果から言いますと、我々は1回も当たってません。あ、なんですか、すりも。あれ、かすったじゃん。かすったといえばかすったのかもしれない。あの人さえいなければ。ちなみに終始どんな感じなんですか。言っていいですか。はい、私が、27,900円負けでございます。あ、でももっといってるかと思ってました。3万円上限で決めてたから、はい、あ、なるほど、なるほど。27,900円負けで、ココさんが。私は11,100円負けです。あ、じゃあ39,000円、39,300円とかですかね。まだまだいけますよね。全然いけますね。ここに香里さんのプラスが加わって、そうちょっと減るから。そうだ、そうです。なんで私プラスになってるんですか。いや、違うの。違うんですか。私、スカイが 34,200円で、はい、回収が 35,560円なんで、プラス 1,360円。いや、でもすごいですよ。あれ、じゃあそういうことで38,000円ぐらいですか。3パチぐらいじゃないですか。なるほど、マイナス。はいはい、まあ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 。そうだから、まあコインで換算しちゃうと1900枚ぐらいですか、うん、はい、出せれば、まあ、チャラにはなると。この後の勝負で1900枚プラスで終わらないといけないですかね。僕らはプロなんで、おパチンコのプロ、パスのプロ。そうです、今度はもう自分たちの投票で。そうですよ。一つ提案いいですか。はい、私今いい波乗ってんすよ。いい波に、まあ、ブラスですからね。急に使い始めましたね。いい波乗ってんすよ。どうです、
香りを置いていきません？香りがこっちの方が、ここに香りを置いていきませんか？香りがこっちの方が戦えるんじゃないかと。パチンコ、パチスロ、ボート。いいですね。三国志みたいですね。どうですか？かっこいい。ね。いいんじゃないですか？いや、すごく素敵だと思います。本当ですか？はい。じゃあ我々は、はい、じゃあレイトギャップさんに行ってきますんで、はい、じゃあ香織さんこちらのボートレース平和島で頑張ってください。頑張ります。はい。じゃあ早速行ってきます。行ってらっしゃい。ご分を。香織さんもありがとう。じゃあここでさよなら。さよならって言うなよ。あ、二つ？やりました。やりました。行ったよ、ニオタマ。オッケー。うまい、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 うまい。通りまくりですよ。いい波に。ねえ、ニコ。いい波？乗ってますこれ。いい波、いい波乗りすぎちゃって。ここでオリジナルグッズプレゼントのお知らせ。12月26日からボートレース平和島のインフォメーションにていい波乗ってんねを見ましたとお伝えいただくだけで番組特製お守りと番組特製シールをセットでプレゼント。ぜひボートレース平和島にお越しください。数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。欲しいのはこの世界にたった一つの椅子。女神たちよ、競い合え、奪い取れ。プレミアム G1 第7回クイーンズクライマックス。今日の椅子はただ一つ。